それではヒーローズアワードの発表をお願いいたします。すいません、いろんな方から名刺いただいたやつこっちです。ヒーローズアワード6組目は世界ゆるスポーツ協会さんです。おめでとうございます。僕の究極的な目的っていうのはスポーツのインフラ化っていうのを図って、水空気スポーツみたいな感じでみんながやろうと思えばできてみたいな。でそれによっていろんな課題が解決されて、まあ、健康状態良くなったりとか新しい仲間できたりとか、でそれで一人一人の人生が楽しくなって日本がもっと盛り上がるといいなというふうに思ってます。スポーツが持っている力を戦略とかクリエイティビティで最大化させて、みんなが見るだけじゃなくてプレイヤーとしてやる社会、作る社会、今まで見るだけだったのがそこに Do と Create っていうのがスポーツ観点に加わると、すごく一人一人のクオリティオブライフもすごく上がると思うし、まとまっていくと日本社会としてもすごくいい状態になっていくんじゃないかな。世界ゆるスポーツ協会の皆さん、おめでとうございます。代表して世界ゆるスポーツ協会代表理事澤田智博さん、前方のセンターステージにお進みください。運動が苦手な人でも高齢者でも誰でもアスリートになれる秀逸な仕組みは思わずやってみたくなるものばかりです。ゆるさの魅力を最大限に生かしながら社会的価値の再認識につながるスポーツの力を生かした活動と言えるでしょう。皆さん大きな拍手をお送りください。香取さんから澤田さんにトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。それではヒーローズアワードを受賞されました澤田さん、今のお気持ちをお聞かせください。はい、皆様こんばんは、澤田と言います。ですね、今の VTR にもご紹介ありました通り、私はですね大変運動が苦手でして、今日もですねこのレンタルタキシード屋さんでタキシードを借りたんです。でそこからこの会場まで歩いて15分ぐらいかかったんですけど、体力消耗しまして、本当に今回受賞驚いたんですけど、選んでいただいた皆様並びにいつも支えてくださっている、今日も会場にいらっしゃる、一緒に協会を盛り上げてくださっているメンバーの皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございました。そしてプレゼンターを務めていただきました香取さん、澤田さんへメッセージをお願いします。はい、背筋ピーンとするのもとても大事なことだと思うんですけど、ゆるーく始めるって僕大好きなんで、ゆるスポーツ最高だと思います。子どもから高齢者の方から、運動が苦手な方、僕も運動すごい苦手なんですよ。でもう運動不足で、もう最近特に全然踊らなくなったんで、もうすごい運動不足なんで、ゆるスポーツから始めたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。そして香取さん、ありがとうございました。会場の皆様、ヒーローズアワードを受賞されました澤田さん、そして世界ゆるスポーツ協会の皆さんに今一度盛大な拍手をお願いいたします。澤田さん、香取さん、お席にお戻りください。